グラント軍国際空港は、アメリカ合衆国ワシントン州グラント軍、モーゼスレーク市にある空港である。モーゼスレーク港湾局が管理している。アメリカの空港の中で最長の滑走路を有する空港のうちの一つで、滑走路長は13,500フィートである。1966年までは、アメリカ空軍のラーソン基地として運用していた。 本空港からの旅客便運航は2010年6月8日を最後に行われていない。1902ヘクタールの敷地に長さ4115メートルの滑走路を有し、アメリカでも最大級の空港の一つである。ボーゼスレーク氏はワシントン州の中央、カスケード山脈の東側に位置しており、飛行に適した気候で知られている。NASA のスペースシャトルの代替着陸空港に、 指定されている。2006年9月1日限りで補助金の助成を受けてビッグスカイ航空が運航していたボイスとポートランドへの路線は運航終了となった。かつて日本航空が1968年から40年間に渡りボーイング747の操縦訓練施設を設けていたが2009年3月に閉鎖された。また、 アメリカ空軍やボーイングの試験用施設としても使用される。東空港への発着機のほとんどはゼネラルアビエーション核運用機である。ビッグベンドコミュニティカレッジのメインキャンパスはこの空港があることが理由で設けられている。2016年より三菱航空機が製造するリージョナルジェット三菱スプスジェットが国土交通省の定める。 形式証明を取得するためのアメリカでの飛行試験が行われていたが、スプスジェットのプロジェクトの無期限延期により2021年春に事実上撤退することになった。グラント軍国際空港は、日本国愛知県にある県営名古屋空港と姉妹空港提携を行っている。東空港は、海抜362メートルの位置で1882ヘクタールの面積を有し、 5つの滑走路が設けられている。滑走路のうち、滑走路14リットル、32R と滑走路4、22は、アスファルトとコンクリートの併用舗装滑走路18、36はアスファルト用舗装滑走路09、27と滑走路 14R、32リットルは、コンクリート舗装である。2008年末の時点で、 年間離着陸回数は69,940回で、1日平均では191回の離着陸回数となる。内訳は、ゼネラルアビエーションが56%、軍用機が33%、定期便が8%、チャーター便が3%である。当時、東空港を拠点とする航空機は43機あり、単発機が74%、 双発機が19%、Z 機が7%である。ありがとうございます。